いてまして、デンマークからのお客さんありがとうございます。そうなんです、リクエストやったんですよ。デンマークで人気出たんや。いや、デンマークから来ていただいて、ここで聞いていただいて、ここで聞いてから、そうなんですよ。ということは今度デンマーク来た時でこの曲やりましょう。この曲やったらウケるかもしれない。いよいよね、はい、このスリステの最後の曲、はい、最後の曲になります。今日はあのこのお店の一番奥にはポスター飾ってある、はい、マリー・モンローさんですね、はい。あのスタイルはなんであんなスタイルがいいんでしょうね。いや、それは天性のものですよね。そうか、もう本当に女性の憧れですから ね、 ね、はい。でこのマリリン・モンローって外国人にね、それだってわからないそうですよ。やっぱ発音が難しい。あ、 R と L の発音ね。はいはいはい、私が模範を示してお願いします。マリー・モンロー、ギャグじゃないですよね。うまいうまい言ってくださってます。ハイライトが変わればやっと
方が分かる。そうですか。今まで50年かかりました。50年。じゃあね、いつもおっしゃるみたいに50歳引けばいいんですよね。今からお稽古事も皆さんできますよね。今までは全て私間違っておりました。これから新しい人生を本当にありがとうございました。来月も10月第4木曜日に舞台で演技をさせていただきますので、青木美香子と水曜日も演技でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.